こんばんは、ホワイトベース深夜放送です。今日はですね、すみません、あまりですね、ゆっくりお話ができません。というのもですね、まだ仕事が終わりません。一応私にとってはですね、動画放送も大事な仕事の一つなんですけども、それ以前にですね、手元のそれ以外のオートバイの販売に関する仕事がですね、まだ終わってないです。書類関係を今整理いたしております。販売させていただいた、車両のですね、書類の整理とですね、あとは名義変更や中古新規登録の手配、それから今現在のステータスの確認ですね、そうしたことを行っております。で、ちなみにですね、今、1時22分です。ずっとこんなペースで働いております。なので、月火火曜日、昨日出勤したんである程度はやってあるんですけど、それでもですね、昨日おととい、それから本日いただいた、メールなどについてのお返事が全くできておりません。申し訳ございません。で、ちなみにですね、こんなに働いているのはですね、私だけではないんですね。そうです、画面の前の皆さんももしかしたらお仕事中かもしれないです。そしてですね、ちなみにうちの優秀な整備士もですね、実は言うとまだお店におります。はい、年末進行というやつですね。年末もうちあんま関係ないんですけど、年末年始だろうがなんだろうが年中忙しいんですが、行事がいろいろあるんですね。やっぱり我々も自営業といえども一人で働いているわけではないので、あれこれですね、集まりごととかですね、年に1回いろいろ報告をし合ったりとかですね、仲間で集まってですね、いろいろ情報交換をしたりというのは1年に1度だけあります。で、これはオベロンさんのコーヒーです。ありがとうございます。でですね、そんなことをやっているとですね、私がですね、お店を構えさせていただいているのは武蔵村山なんですね。で、大体、都心に、でですね、なんか、こう、会合があったりとかするとですね、おおむね泊まりになります。飲んだら帰ってこれないんですよ。電車ないんで。困ったもんなんですが。だからこそですね、そういった、時間をですね、捻出するために、今、こうしてですね、頑張って働いているわけです。でもですね、やっぱり僕自身思うんですけど、今不景気だなんだ、仕事がないだって言われてるこの状況でですね、こうやって常に仕事に埋もれていられて、こう集中して何かに一生懸命没頭できるというのはですね、僕はとってもありがたいことだと思ってます。なので、こう仕事でが多くてこう帰れないとか疲れるとかですね、そういったこともですね、僕はとてもありがたい悩みだと僕は考えているわけです。よいしょ。あ、決してですね、僕は苦労自慢とか不幸自慢とか、そういうの全くする気もないですし、そういうことする人嫌いなんですけど、私はですね、過去非常に貧乏でした。とても貧乏でした。もう、僕がですね、実家にいる頃からですね、あまり僕の家は裕福ではなかったんですけど、お金的にですね、裕福か裕福じゃないかというのとですね、それが幸せか不幸かっていうのはあまり直接的に影響はしないと僕は思います。なんですけど、金銭的には結構僕が貧乏だと感じていたのはですね、家から出てからですね、実家の時は割と幸せだったんですけど、ご飯は出てくるしですね、もちろんですね、洗濯とかそういうのもお母さんがやってくれますし、非常に別に裕福なお家じゃないんですけど、一般的なサラリーマン家庭なんですけどもね、その辺はとてもありがたくてですね、甘えてたんですが、
やっぱり一番貧乏だったのはですね、やっぱり何年か前、そうですね、やっぱり今のバイクの事業を立ち上げた頃ですよね。あの頃うちのまあ在庫置き場はアパートの駐車場だったんですね。でアパート借りてですね、まあそのアパート借りたのはサラリーマンだった頃に借りたんですけども、でそのまあそれがほどなくして会社が潰れてリストラになってですね、で、まあ、リストラになって潰れたのかな、まあいいや、そんな順序なんか。でバイク事業を駐車場スペースを借りてやり始めたんですけども、机がですね、まず段ボールでしたね。段ボール拾ってくるんですよ。で段ボール使ってるとだんだん真ん中の部分がへこんでくるんですよ。でへこんでてぺちゃんこになってきて、ご飯とか置けなくなってくるとですね、新しく段ボールまた拾ってくるんです。非常にすごい生活をしてましたね。でご飯はですね、お米は結構買えるんですよ、割とブランドとか銘柄選ばなければですね、お米なんて割とじゃんじゃん買えるんです。昔みたいに泡とか冷えとかで我慢しなくていいんです。泡とか冷えとか知ってます？僕もほとんど食ったことはないんですけど、泡とか冷えってあれですよ、鳥の餌として売ってますよね。ああいうのですよ。貧しい人はあれを昔食べていらっしゃったようですね。でまあそんな感じで米だけはですね困んなかったんですね。で米の他に何食べてたかっていうと、レトルトカレーです。レトルトカレーをですね、セールの時にですねまとめて山ほど買ってくるんですよね。でもう毎食レトルトカレーですよ。そうすれば1食だいたい100円ぐらいに抑えられるわけですよ。もちろん作ってる時間とかないんで、非常にレトルトカレーは重宝したんですけどね。一番よく食べてたのが納得のビーフカレーのシリーズですね。納得のなんとかっていうシリーズをいつもいただいてましたね。でもそんな暮らしが2年半ぐらい続いたかな。うん。で、暖房とかなかったんですよ。で、冬は寒いんで、よくホームセンターとかで売ってるですね、濃い緑色のですね、上下のジャンパーみたいなやつがあるんですけども、あれ着っぱなしですね。あれ着っぱなしですよ。で、あれ着っぱなしでですね、外であれで作業して、10時から朝の5、6時ぐらいまで作業して、で、寝るわけですよ。で、寝ると、そのヤフオクで出してるところに電話番号乗っけてたんで、電話が鳴って起きるんですね。で、起きたらまたそっから仕事が開始なんですよね。で、そんな感じで毎月20台ぐらい回してですね、ようやく手元に利益がですね、15万ぐらいっていう、そういう感じでしたね。だからこそなんですけど、そういう、まあ他にもいろいろですね、まあでも、今考えると大変だったなと思うんですが、割と当時はですね、楽しんでました。面白かったです。バイク好きだったし、何よりですね、自分で自分の商売をやってですね、貧しいながらもそれで食えてるっていう充実感が何事にも耐え難く僕は好きだったんです。やっぱり2回もですね、サラリーマンとしてリストラをされてるとですね、会社っていうもの、お勤めというものの状態を信じることができないんですね。なので、会社勤めそのものこそ僕にとっては不安で不安でしょうがなかったんですよ。で、それがまあ自営業になると、責任も、マイナスの責任も全部自分が負うんですけど、成果も全部自分のものなんですよ。経験も全部自分のものになるわけですね。で、それがものすごく自分の成長につながる気がしてですね、これは続けてみようと思ってですね、もう、なんて表現するのかな、なんか岩にもしがみつく思いというか、なんと表現したらいいかわからないんですが、まあ、とにかく今月の家賃払えなかったらやめようと。とにかくこれ、マイナスになってしまって破産になったらやめようと。でもそうならない限りは全身全霊尽くそうと思って頑張って、今があるので、このようにですね、今物販とかも始めてますけれども、そうやっていろんな方々に注文をいただいてですね、で、オートバイの、書類の整理とかに追われたりとかしてですね、まあ、これもちろん売れたバイクの整理なんで、書類整理なんで、僕としてはとてもありがたい時間帯なんですけども、まあ、こういうことをやらせてもらっているというのはですね、
僕にとっては非常に嬉しいことなんで、何時間でも働けますよね、本当に。でも僕自身悪い癖で仕事がある限り延々とやってしまうんですよ。もうずーっとやっちゃうんですね。なのでそんなことをやってしまうとですね、ある時突然スイッチがプツンって切れたかのようにですね、動かなくなっちゃうんです僕。別に病気とかじゃないですよ。いきなりプーンってこうスイッチ落ちちゃうんですよ。わかんないんですけど、なんかこう人間、いや体元気なんですよ、体力的にあるんですよ。人間ってやっぱなんだろう、精神的な頑張り、昔のですね大日本帝国の理論でですね、精神力は無限大って言ってですね、必勝の心さえあれば必ず勝てるって言ってですね、精神は無限、物資は有限、そんなこと言ってましたけども、っていうのは何で見たかっていうとですね、あれですね、あれで見ました、川口海二の漫画ジパングかな、なんか見てましたけどもね。やっぱ精神力も有限なんですよね。やっぱ気持ち張って頑張ってるとですね、やっぱこう何かあるんでしょうね。何かのこうリソースをこう消費しながら燃やしながら頑張ってるんですけど、それが突然尽きてしまう時があるんですよ。私が突然店から消える時っていうのはそんな時ですね。まあ大体うちにいるんですけど、そこら辺にいますけどもね。そんな時も、まあ皆さん経験あるんじゃないでしょうか。で、僕自身、月火休みとなってるんですけども、実を言うと働いてます。月曜日は普段できない仕事をしてですね、で、火曜日はですね、仕入れに行っておりますんで、実質休みなしです。ただ休みなしでもこのように仕事があるということ自体がすごくありがたいんですね。あ、明日、納車だ。皆さん肩のことをご心配いただいてありがとうございます。もう完璧に大丈夫とは言えないんですけども、全然 OK ですね。ちょっと失礼ね。明日 ZX10 納車、俺今メール見たわ。肩もね、だいぶいいですよ。まあでもまだ痛いですけどね、多分ほんとね、でも肩甲骨のここがね、こう飛び出しちゃってるんですよ、なんか妙に。で、痛みが収まってくるとあざが消えるわけなんですけども、毎日新しいあざができるんですね。なんかわかんないです。消えてはまた出て、消えては出てっていうのを繰り返してます。そろそろまた病院に行かないといけないんですけど、ほんとね、このペースだと、病院なんか行ってる暇ないんですよ。もう本当に嫌になっちゃいますよね。てか、もう名前出しちゃいますけど、この近くにある病院っていうと、村病ってみんな言ってるんですけど、武蔵村山病院ってこう、でかい病院しかないんですよ。で、そこがですね、もうとても大人気で、はい。とっても大人気で、近所のご老人なのに大人気ですね。時間がめちゃくちゃかかるんですね。どんくらいかかるかっていうと、受付開始の9時に行くじゃないですか。診察受けられるの2時半ですよ。で、この間12時半だったんですけど、この地元の方と話してたら、12時半だったんですよとか言ったらですね、あ、12時半なんだ、空いてたんだねって言われましたからね、びっくりです。ほんと、クリビツですね。そんな、武蔵村山は病院が少ないみたいで、あまりうまくこういう時にですね、診察を受けられないという難点がございます。はい。さ、 ZX10 の書類って入れたっけ、中に入ってる？うん、納車の時確認して、俺も見とくけど、こっちにないからさ。まあこんな感じで、すごいっすよね。1時半までやってるバイク屋って、皆さん知ってます？他に。こんな真面目にですね、身を粉にして働いてれば、もう自分で言ってますけど、っていうバイク屋って、僕あんまないと思うんですけどね。本当に。で、大体ね、やっぱり横のつながりとかで、
もう ありますけど、まあ、他のですね、地元の業者さんとかのですね、お話をお伺いするとですね、今日バイク、お客さん来た？うん、来たよ。パンク修理が一人。そういう状況らしいんですよね。でそんな、状況の世界でですね、このようにですね、もういろいろご注文とかですね、いただいてしまっているのは本当にありがたいです。皆さんとも本当にありがとうございます。頑張りますんで。今ですね、なんと、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13。13台ほど納車待ちをいただいている車両がございますね。皆さん本当にどうもありがとうございます。おかげで年が越せそうです。はい。いやでも本当ですね、年末年始が近づいてくるとですね、本当1年生き残ったなって思いますよ。まあ一応こうして事業を続けさせていただいてますんで、もちろん利益は出させてもらってます。出させてもらってるんですけども、笑っちゃうほど儲けたりっていうのは全然ないんですよ。もう本当に。もうこうやっていっぱい働けば、まあその分は出るかなっていう、まあ普通ですけどね、紹介されてるので、されてる方いらっしゃればそうだと思うんですけども、笑っちゃうほどの利益っていうのはまあ出たことがないんですね。はい、なのでやっぱり1年経ってその年末年始を迎えるとですね、本当に今年は生き残ったなって毎年思いますね。はい、本当これも本当に皆さんのおかげだと思ってます。足向けて寝れませんとか言って、もう全国にいらっしゃるのでどこに足向けたらいいか分かんないので、こうとりあえずこう逆立ちするしかないですね。もしくは立って寝るとか、立って寝ると地球の裏側も、はあ、この地球の裏側っつったらチリとかあの辺ですかね。今日ちょっと一点だけ、お話をしようと思ったことがあります。それはですね、バイクと人との縁というものです。特に僕はですね、宗教を入ってたりとかですね、なんかオカルト的なものを信じてたりはしないんですけども、例えば、当店で扱っているバイク、在庫の時はとても絶好調だったと。私がいつエンジンかけても一発でかかるし、乗ればもういつでも絶好調というバイクがあったとしましょう。で、それがですね、まあ、ある日、売りに出してですね、で、お客さんがついてですね、ある日、じゃあ、ちょっと現車確認をしに行きますということがあったとします。そうすると、その日に突然、調子が悪くなるっていうことが時々あります。これ本当にあるんです。あとは、納車のその日に突然おかしくなるとか、そういうのって本当にあるんですよ。で、まあ、うちにあれば、ここにいればですね、まあ、うちもバイク屋なんで、基本的なメンテは全部できるわけです。だから機械にとっては嬉しいわけですよ。喜ばしいわけですよ。だからここ居心地いいんです。だからそういうところに長々いてしまうとですね、嫁に行くときに行きたがらないんです。で、こういう縁って本当にあるんですよ。だから、それでも逆に、見にいらっしゃったお客さん見にいらっしゃった時に、その時にものすごく絶好調のやつっていうのも絶対います。そういうのもあります。で、そういうのは納車してからもずっと絶好調ですね。やっぱ人間と機械というものに対してもやっぱ何かしら縁があるんですよ。で、仕入れとかでもやっぱ言えるんですけども、あるオートバイを仕入れ頼まれててですね、で、その日にだけですね、なぜか相場が非常に低くてですね、数台の選択肢を用意することができたんですね。で、僕いつも言ってるんですけども、カスタムを指定することってのはできないんですよ。なんでかっていうと、その人が思うカスタム、その通りのバイクが市場にその時に出るなんて、絶対ない話なんですね。でも、それがですね、バックオーダーの場合、起こってしまうケースが、まあまああります。もう、なんかこう、いや、縁としか言いようがないですね。なんか、それ以上のものはないですよね。特に。僕、本当になんかこう、修行的なことを何も信じてないんで、なんかそこでですね、なんか超自然的なものを考えたりとかはしないんですけども、やっぱりそういうのっていうのはありますよね。あと、僕からすれば、お客様たちっていうのは、こう、全体へ捉えられるものなんですね。一人一人、
もちろん一人一人の対応をしていますけれども、僕らにとってこうお客様っていうのは全体的なものなんです。それはそうですよね。例えば舞台で演奏しているミュージシャンがいたとしますよね。でミュージシャンが見てる観客っていうのは観客一人だけではなくて観客全体として見てるはずです。お客様というそのマスのものがあったとしてですね、で僕らにとってはその僕にとってそのお客様というその全体的な集団と、まあすごく漠然としたものですけども、とても不思議なものなんですよ。これがすごく不思議です。どう不思議かというと、例えばある1台のバイクを用意したとしましょう、在庫してたとしましょう。でこれ1ヶ月売れなかった、2ヶ月売れなかった、在庫期間が例えば2ヶ月3ヶ月あったとするじゃないですか。まあそういうこともあるんですけども、よくである時にそのバイクちょっと見たいんですけどっていう方がいらっしゃって、で商談がうまく進めば売れるということなんですが、なぜかわからないですけども、お客さんに売れたりとか、お客さんが見たいとか商談になったりするケースっていうのは、機会っていうのがですね、なぜか重なるんです。それまで何ヶ月もですね、時間があったのにもかかわらず、そのお客さんたちが来てこれが見たいとかいう時期っていうのはほとんどの場合重なるんですね。数人の方から問い合わせをいただくケースが非常に多いんです。はい、非常にこう面白い、僕らにとっては非常に面白いです。だから僕はですね、種類は少ないんですけども、同じ車種を複数台入れるようにしてるんです。例えば、マグナですとか、クラブマンとかですね、バリオスもそうですけども、必ず複数台入れるようにしています。で、複数台入れても、複数台全然売れない時もあるんです。もう3台入れたら3台が3ヶ月在庫してしまうこともあるんです。でもそれが売れる時っていうのは一気に売れるんですね。でこれが、非常に僕らにとっては不思議なことなんです。何がそれを動かしているのかっていうのは全然わかんないんですよね。全くそれはもう予想がつかないです。ただ、自分の企業体力、要するに資金ですよね。それと相談をして、で、無理のない範囲で在庫をなるべく多く持つようにしてます。本当に漠然とした勘なんですけども、多分僕がもしこの現場をですね、2、3ヶ月離れていたとしましょう。そうすると帰ってくるとその感覚がなくなって頭がパーになってるんで、なかなか仕事がうまくいかないと思います。まあこれもきっと何かの縁なんでしょうね。あともう一つ縁に関して面白い話あるんですけど、大体何か仕事でも何でもそうなんですけど、まあ僕らの場合バイク中心でやってるんで、まあ当たり前なの、当たり前と言われるかもしれないんですけども、何かで困った時にですね、手を差し伸べてくれたりですね、あとアドバイスをしてくれたりとかですね、そういう人たちっていうのは何かしらオートバイに関わりがある人がほとんどなんですね。これ面白いんですよ。別に僕はバイクっていうのを前面に出さなかったとしても、自分をですね、助けてくれたりする存在っていうのは何かしらバイクと関わりがあるんです。バイク乗りであるケースが非常に多いですね。バイク乗りというのはなぜか人を助けてくれるんです。これ非常に不思議なんですよね。一番僕の中で大げさな話がですね、僕は昔アジア放浪してたんですけども、エベレストに登りました。登頂はしてません。ベースキャンプまでですけども、それでもですね、立ち話してるだけで息が切れるぐらい空気が薄いんですよ。で、ベースキャンプまで登るなんて至難の技なんですね。絶対無理なんです。では、どうしよう、ここから先こんな道登れねえよっていう時にですね、突然、地元の人が、男の人がバイクに乗って現れてですね、言葉なんか全然わかんないです。で乗ってけ乗ってけって言うんですよ。でそれ乗っけてもらって、なんとか僕はベースキャンプまでたどり着くことができたんですけども、これと似たような話いっぱいあるんですよ、本当に。で例えばですね、バイクに乗っててどっかで事故った、こけたって言ったらですね、結構みんな寄ってたがって助けてくれたりとかします。はい、これはなぜなんでしょうね。あとやっぱ一番僕が嬉しいのがですね、これちょっと縁とかそういうものの話からはちょっと脱線してしまうんですけども、北海道に行くとですね、バイク同士ですれ違うとこうやって手振るんですよ。これはとても嬉しいんです。これがもう本当バイク乗り同士のつながりをとても感じる。北海道で一番嬉しくて好きなことって実はそれなんです、僕は。で、ただそれがまた東京に帰ってきてしまうと、この辺でツーリングをしてこう手振っても誰も手振り返してくれないですね。僕今までも何度もやってるんですけど、
北海道行ったことある人とすれ違ったこともあるはずなんですが、誰も振り返してくれないです。なので皆さん、できればツーリングとかでですね、対向車線オートバイとすれ違ったら手振りましょう。こんな感じでいいですよ。ちょっとカッコつけて、こんな感じですよ。はい、手振りましょう。あんな、動きがですね、ここ本州でも起これ、ばなんて素敵なんだろうと思います。なぜか知らないですけど、バイク乗りの人たちは非常に助け合いながら生きていくということをですね、誰もが自然に行っています。本当にこれはできてないやつもいますよ。もちろんできないやつもいます。できないやつもいるんですけども、僕も本当何かしら助けられてきたのはいつもバイク乗りだったんで、例えばまあ冒頭の話に出てきたようにですね、僕が前のアパートでもう少ない資金でバイク事業を始めてヒーヒー言ってた時ですね、そんな自宅の中にエンジン持ち込んでバラしたりとかですね、そんな借りた駐車場でですね、バイク何台もぎっちり並べて、そこでまた傘とかさして、ここにライトとかつけて夜な夜な分解してたり、絶対そんなのできない、ダメなんですよ。でもたまたまなんですけど、その時そこの物件の大家さんがですね、もうバイク大好きで自分で分解していじったりとかしてる、まさしくバイク乗りだったんですね。年配の方なんですけどもね、 CB7 半径なんか新車で買って乗ってたぜ、へへへなんて言ってるような人でですね、でそんな人の物件にたまたま僕が入ってたからこそですね、今があるわけなんですけども、あの時も本当そうでしたね。で、僕がそもそもバイク事業を始めたっていうのもですね、僕が自営業がやりたいと言った時にですね、それをじゃあうちでだったらバイクぐらいだったら仕入れさせてあげられるからさ、やってみなよって言ってくれたのもやっぱりバイク乗りなんですよ。面白いですね、バイク乗りの輪というのは。で、今こうしてですね、インターネットで私の動画を視聴してくださって、で時にはアドバイスや時には激励のメッセージをくれて、僕に力をくれてくださってる皆さんですね、皆さんもやっぱりバイク乗り、もしくはバイクに縁のある方々なんですよ。非常に僕は支えられてます。温かく見守っていただいて、時にメッセージをいただいてですね、いただいたメッセージ全部読んでます。はい、ありがたく読ませていただいております。はい、メッセージ質問等引き続き募集します。ごめんなさいね、今日はこんな話ばっかりで質問に対してお答え等はしてないんですけども、はい、申し訳ないんですけども、うちで扱ってる商品やですね、バイク等のご注文などに関して以外はちょっとお電話をご遠慮いただきたいんですけども、励ましのメッセージとかメールなどでいただけますと、非常に嬉しいです。全部読んでます。返信できるかどうかちょっと時間にもよるんですが、皆さん本当にありがとうございます。はい、かなり夜も更けてまいりましたが、僕はまだまだ働いてやろうとやる気でおりますんで、はい、皆さんはそろそろ寝てください。はい、というわけで、今日のホワイトベース深夜放送、かなり本当深夜になっちゃいましたね。アップロード終わったら早朝になっちゃうんじゃないかな。遅くなって申し訳ないです。はい、というわけで皆さん、おやすみなさい。